お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちらの誰が使ってもバカ強いゴーレムデッキ紹介していきたいなと思います。このねゴーレムがね今マジでやばいんですよ。もうデッキパワーがねすごい高いです。完成度が高いですね。マジゴレダクネですら強いんですけど、このスケドラ、トリトン、エリババ、ボンバ、この組み合わせがねやばいです。これマジでいかに、ね、使っていくんですけど、本当に誰が使ってももう80点90点が出るデッキですね。というのもやっぱ高回転デッキとかは難しいというか打つ手が多いんですよね。高回転のウォールブレイカーとかホグとか枯渇とかはやっぱ使う人によってもうめっちゃ強いデッキにもなるし、めちゃくちゃこう弱いデッキにもね、なることができるんですけど、もうこのゴレはね誰が使ってもある程度は強いですというね、これです。ゴレダクネを作ります。ゴレダクネを作ってから考えるんですけど、本当にゴレダクネ出して相手が逆サイド攻めてきたら、まあ、無視するのか、なんか守れそうなら守るのかみたいなのを全部判断できるんですよ。で、相手のユニットに対してなんか相性良さそうなのを出していく。スケドラだったりボンバーだったりトリトンだったり、まあ出そうだったらエリババだったり、まあみたいな感じで後出しユニットがねめちゃくちゃ強いんですよね。さあ今回相手はホグライダーですね。ホグにはまあトリトンとトルネがあるんですけど、おいおい何やってんだあいつ、遊んでんな。まあまあまあ、さあ今回相手は 2.65 でね、とりあえずゴレ出したい、ゴレ出したいんですけどゴレがねえっていう事件で、ちょっと暇なのでライトから打っちゃうかな。暇すぎかな。まあまあまあ暇なんでね。で、まあもし次またホグ来てもエリババで一旦守れるので、まあ本当形作っちゃえば止まんないっすね。そうゴレダクネの逆サイドにエリババとかを流せたりもできますし、なんかね強いんですよね。やっぱダクネにポイズンとかファイブとかをね打ちたいので、でも打ってしまうとスケドラ無双されたりみたいなこともありつつ、さあねいい流れが来ましたね。今相手が大砲を使ったタイミングですね。で、次はね僕トリトンもトルネードもあるので、まあ、ホグライダー来ても対応できるし、まあ相手今ホグ使ったばっかなので攻めれないというわけで、さゴレダクネを組みます。組んでから考えればいいです。でもし今逆線攻められてもボンバーで守れるんですよ。今結構ねボンバーがぶっ壊れぐらい強いです。エレジャイにも入ってる、ホグにも入ってる、スケラにも入ってる、まあ、こういうね、ゴレとかなんかいろんなデッキにも入ってるみたいなので、マジねボンバーぶっ壊れすぎんかっていうぐらい強いんですよね。よし、でこのダクネに今5打ってきたらスケドラ追加みたいで打つかなーぐらいのタイミングで今ねスケドラ出したんですけど、まあこのスケドラがねタワーに届かない間にも折れちゃうというね、もうゴレダクネ一旦作ればいいですね。で逆サイド攻めてきたのをマジで本当に、まあ状況によってはねエリババトリトンスケドラで守るんですが、マジでボンバー出しとくだけで、ボンバーってねウッドとか全部耐えちゃうんですよね。まあ、ヤナアメファイボポイズンとか、まあ、3個スイッチのスペルだといかれちゃうんですけど、本当にそれ以外のやつ全部生きるんですよ。だからでしかもボンバー2個スなんですよね。でボンバーに相手はこうあんま攻めスペルとか打ちたくないんですよ。で打ってきたら打ってきたで、まあ、過剰にね相手が攻めでコスト使ってるので、まあ、それすらも美味しいみたいな感じで、まあ、ゴレ、まあ、ダクネはね後ろつけるのは100なんですけど、まあ、これ出してから、まあ、相手が攻めてきたのを全部取りとんじゃね、ボンバーだけでね受けちゃえばいいんですよっていう、もうやばいんですよね。最近なんかこのシステム、ユニット出して逆サイ来たのを全部ボンバーで回収っていうシステムが流行りすぎてるんですよね。もうそれしかいないので、本当に結構陰で暴れてるのはボンバー、ボンバーぶっ壊れ、ボンバー最強っていうのを、まあ、多分気づいてる人はいると思うんですけど、なので今はもう使った方がいいですね。ボンバーバカ強いですね。損しないんですよね。3コスで出し、あ2コスで出して2コスで対処されることがないので、そうそれが強いんですよね。なんかやっぱこうユニットによっては、まあ、ガゴムレとかは強いですけど、やっぱ矢の雨でね対応されてエリアド捉えたりとかもあるじゃないですか。でもこのボンバーないんですよね。そう絶対守れる、かつエリアドをね取られないカードっていうので、まあ、クラロンにおいてやっぱエリアドを取られないカード強いんですよ。他にはあとウォールブレイカーとかもですね、やっぱ2コスで飛ばして、まあ、セパしてしまえば1コスだけで両方抑えられることとかもないので、やっぱエリアド取られない気はねマジで強すぎる。まあ、それが今ボンバーですね。
相手コカちゃんか。でこういうのも結構ボンバーでね全部守れたりするんですよ。そうウッドとかタルババとか欲しいよなと思っちゃうんですけど、まあ、なくても別にボンバーで全部ね守れちゃうっていうのがこのデッキですね。さあゴレ組んで、まあ、ゴレ出してダクネ組むだけですね。でまあ様子見て相手のなんか相性そうなスケドラとかでもいいんですけど、まあダクネねつけちゃえばつけちゃえば、あとはこれ僕応援するだけなんでね、コスト的にね何も出せないので、で応援してあげて、でうまいゴレ使いの人はねあんまスペルを打たないですね。なんかもうユニットで攻めてユニットで攻めてユニットで攻めます。よいしょ、相手今スペル使った。でユニットをねマジでできるだけ追加してあげます。でこれもう1枚ぐらい裂いたらエリババ飛ばしていいと思うんだよな。ウッド裂いたな、まあ、行っちゃうか、まあ、左側行ってもよかったんですけどね、そしたら絶対タワー折れるんで、まあ、右側でも相手絶対きついですね、コスト的に。オッケーオッケーオッケー、トルネを使わなくても折れていくかな、ナイスっていうね。いやマジでいやぶっ壊れすぎるっすよ本当に。ボンバーもだし、まあ僕自身あんまりこうダクネがね好きではない、強すぎるんでね、これダクネの防衛僕苦手なんですよね、守れないんですよ。そう自分がねゴレダクネ使われると守れなくて、自分がゴレダクネ使っても相手守れないんですよ。ってことはなんですよね本当にってことはそういうことってなっちゃうんで、よし、さあもうあとは形組むだけですね。しかも今回ってファイボだったので、今スケドラを出してしまうと全部ね一緒に美味しくいただかれちゃうので、まあ相手がねこうファイボとかを使ったタイミングでねやっていきたいですよね。で相手のあのプリンセスだけあの処理しとかないと僕の後衛ユニットが全部溶かされちゃうので、トルネで引っ張ってあげてみたいなね。さあトルネ5かな、これもうお供えボンバーです、お供え。はい、いやもう楽ちんですね。だからもう守りを考えないですね、もうボンバーで全部耐えるよ、スケドラで、困ったら全部耐えるよみたいな。タワーは折られていいんですよ、そのキングが折られないようにユニットを出すんですよね。そのゴレ出して相手が U の端前出してきました、でボンバーを U の突進を受けちゃダメなんですよ。ボンバーが、もうタワーの横かタワーの後ろぐらいでいいんですよね。で U のがタワーに届くんですけど一発二発入るだけでみたいな、そのなんていうんですかね、ユニットが全部残るようにします。タワーはもうダメージ受けていいです。本当にカーサリですね。タワーはカーサリだと思ってくれてよくて、ゴレが欲しいな。なんか攻めてきても全部ボンバーとか低めですね。低め低めに受けてあげれば、キングまで行かれることはないんですよね。そう、タワーこっちは1本取るけど、あっちはタワー折れないとか、もう折れてもキングまで行けないっていうのが大事なんですよね。さあ、マジやっちゃだな。ペッコーですね、ペッコー。ペッコー、初手ゴレできたら余裕で勝てると思うんだけどな。初手ゴレできなかったんで、ちょっとだけ嫌ですよね。さあ相手ファイブ使ってきてくれた。あーマジでちょっと厄介ですよね、ぶっちゃけ。引っ張っちゃうかな、邪魔だし。引っ張っちゃって。うんうん、エレキ引っ張るんじゃないあれ。いいね。いいね、優秀か。さあで相手が、この言うのは、言うのはトルネでキング起動したかったんですけど、後ろにエレキちゃんいたんで、まあ一旦我慢。エリババ強いよ。エリババ強いよ。さあ今ゴーストもザップも使ってくれて、結構コスト使ったようには見えるんだけどな、どうだろう。まあゴレいきます。でもしここで小銃ババが来ると考えられるんですよね、まあ、可能性としては。来てもボンバーで全部受けれるんですよ。でボンバーを受けるのもこの高めとかじゃなくても低めですね。そしたら相手はこのボンバーを対処する術がないです。スペルを打つしかね、っていうのが結構大事ですね。あとはもうゴレだけで組んで、もう祈ればほんで祈るだけです、祈るだけです。でこれユニット追加でいいと思うんですよね。で取るね、よいしょ、 OK。 でこのコウモリがペッカを溶かしてくれたら、まあ、あのトントンなんでね、カウンターが来なければ。さあエレキ先行はね美味しい、スケドラで全部回収できます。まあ逆サイコジョボブとか逆サイなんかとか考えられますね。これペッカ一発受けます。でここゴーストトリトンで緊急動します。逆サイドのもう一個逆サイドですね、ん逆サイドのもう一個奥ですね、真ん中の、反対側のもう一個進んであげるとトリトンとかバルキリーとか緊急動できます。トリトンじゃねえな、ゴーストですね。言い間違いが多いんだな俺。ライト打っちゃうかな、めんどくせえな。エリババ追加して
ファイボだったんでね、今スケダラ追加しちゃうとファイボ打たれるんで、エリババだとね。よし、さあでもボンバーとかで、今スケダラ最強です、相手がファイボ使ったんでね、っていうので、もうあとは追加してあげるだけで、まあ、マジアチャぐらいなんですよね、エレキか。でここは相手がね結構ねコストを使ったと思うので、しっかりまたねゴール展開で、今は全部トリトンで受けれるっていう、この無限サイクルも入りましたね。これも勝ち確です、勝ち確です。なんならペッカーをトリトンで引っ張ります。そしたらもうねゴレが止まんないですよね。でまあペッカーだと思うんですけど、引っ張って引っ張って、あ、これもしかしたらやばいのが、このガインしちゃう、ガインしちゃうことだけ気をつけて、よしよしよし、ガインしちゃうことだけ気をつけて、これもうユニットだけにライトニング打ってもいい気がしますね。確実にユニット飛ばせば僕のこの光栄が全ていきます。でダクネとかも追加してあげてみたいなね。いやーこのゴレはマジマルチで使ってる人いるんですけど、もうデッキは分かってんすよ、デッキは分かってる、あーゴレダクネスケドラトリトンのやつねって分かってるんですけど、勝てない時がね多いんですよ本当にマジで。ゴレはね相性が、ゴレと逆の立場ですね、相性が良くてもやっぱ初手ゴロをされることによってね、手札によってはねひっくり返せるんですよね、ひっくり返されちゃうんですよね。まあそれがこのまあゴレの、まあ、メリットかつデメリットではあるですよね。初手ゴレができないと、まあ、勝てない場面もね結構あります。まあそれはその組み方が僕が悪いのかもしれないんですけど、逆にでも初手ゴレできたら、あれこれいつも勝てないのになんか相手ラッキーみたいなで勝てることもあるので、まあそれはちょっといい部分ではあるですよね。さあまあ楽なんでね、初手ゴレしますまあ多分 5タップぐらいで勝てますクラロは。でここはトリトンで真ん中寄せてあげれば、このトリトンはゴレの後衛にもつくし、ロイジェも溶かせます。で相手これゴレトリトンだと、ゴレトリトンじゃねえな、ロイトリトンだと思うので、ここのトルネードねしてあげないといけないですね、絶対いきます。でちょっと引っ張ったら、オッケー、いやいいですね、いいトルネですね、絶対トリトン確定だったので、今の引っ張るだけでキング起動されないのはでかいですね。まあこのカウンターでいっぱい来るのはまあしょうがないですよね、全部ボンバーで回収できそう。おーしよしよしよし、でボンバー出して、でこのボンバーにファイボー打ってきたらエリババとか出してあげてね、まあ、打ってくる可能性はありますよね。さあ、いや痛えな、ママの豚が結構強い、今ハイボ咲いたからな、こういうとこ僕スケドラとか出したくなるんですよね。いやでもいい気がする、 そこそこいいスケドラじゃないいやいいいいいい、エリババ走れ走れ、いやだ豚になる、お豚になってね、竹取られてね、おっ、キョキョキョ、いやいいね、ハイボ使ったからやっぱダクネ防衛にね、ゴレダクネの防衛にやっぱゴレが破裂した瞬間とかに、てか普通ハイボ防衛するんでね、そしたらもうスケドラ追加 GG ゲーミングですよね。このダクネスケドラ編成がやっぱ強いんだよな。これ守れるかな、このトリトン。さて、いらんかった説あるな。守れねえかな。200、お、守れる、でかい。いや、ミリでも耐えたら熱いっすね。で、あとまたトリトンで引っ張られるのかな。どうなんだろう。これ相手、寝た？いや、寝てると見せかけてのですよね。で、僕はまたエリババ追加とかすればいいんですけど、このボンバーが暴れてます。でファイボー打たないといけないんですけど、ファイボー打つとこのスケドラが止まんないっていう、強すぎだって初手ゴレしただけですよ、初手ゴレしてただけで、相手はね頑張って守るか、で守りたいけど守れないで、頑張って攻める、攻めてもあんまり守ってくれない、まあ、みたいな、このサイクルがね超強いんですよ、本当にスラスラ勝てます。よろしく、ペッカの一撃入らないの解散ですねっていうクランの方ですね、キララさん。なのでまあペッカですね、ペッカもこれ初手ぐらいしたいんですけどなかったですね、ホグライダー来たな全然ペッカじゃなかったな。まあまあまあ、まあ、キングギドは熱いで、ここでゴレ出せるとマジ完璧なんですよね。さあゴレ、うん、ゴレが来ないですね。さあゴレが全然回んね、来たな。あ、でこれダクネ咲いたら良くないかも、ゴレダクネ組めないんですよね次のターンとなると、まあまあ、あれ相手ファイボ使ってきたから、もう暇スケドラ、暇すぎんこれぞ暇人の極めたスケドラ、オッケーオッケーオッケー。でカード回し完成、
で、ここで、まあ、ゴレ出せば逆サイフグ来てもトリトンで守れる。てか、トリネもあるな。フォグにちょっと強そうだな、これ。ね、まあでも大砲とかマスケはうまい感じにやられるとわかんないんですけど、まあさすがに勝てそうじゃないっていう。トリネでもいいんですけど、トリトンの方がゴレの後衛についてくれるんで、これについてくれるんで、ゴレの後衛についてくれるんで、はどこ行った？でマスケとかこれボンバー投げといていいと思うんだよな。ボンバー投げとく、出しとけばなんとかしてくれます。でエリババもね、でこのボンバーがマスケをね処理してくれて、よし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 、僕ゴレの後ろになんか出したっけ、あゴレの逆サイにエリババ出してなんとも言えないボンバー出しただけですね。4タップでいけますね。一旦4タップでタワー半壊までいきます。さあでこれちょっと、うわ神助ドラすぎん。まあ手札回しかつホグ来たらラッキー、相手のタワー600削れたらラッキーのスケドラだったんですけど、このスケドラでホグ倒せたのはでかい。でこれマジでダクで組んで、まあ、逆サイエリババするなりすればいいだけですね。あんまなんかスペル打たなくていいんですよね。なんかねライトニングとかやっぱ打ちたくなるんですけど、打たずにユニット追加した方がもう強いんですよね最近のクラロは。そうユニットで押し切る方が正解です最近は。でこう真ん中ら辺にボンボン置いとくと、ああいうところにね結構来るので、で5使ったらスケドラ追加して、でこの遅れてきたユニットにトレネでいいんですよね。そうそうユニット追加してして、追加しまくって最後にあれでいいんですよね、トレネでいい。序盤にやっぱトレネとかライトニングがいらないですね。さあでエリババとかもぶっ破してあげてね、でもうダクネとかも添えてあげてね、ボンバーも添えてあげてね。でこれ絶対止まんないんですよね本当に。まあこれがでも本当に今強いクラロアですね。エレジャイとかも、まあ、同じような感じでボンバーがやっぱ強いし、もう形を組むのが大事ですよというわけでね、まあ次のねアップデートとかも楽しみにしつつ、皆さんこの大型ドレねめちゃ強いので使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ねコメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。